終わって、お昼ご飯食べ終わってからちょっと散歩してます。で、今日話していくのが、昨日の試合の感想になりますね。感想を話していこうかなと思いますけど、結果から言うと、1対3かな、1対3で負けです。で、自分の結果は、ラスト後半10分だけ出場しました。正直言って非常に怒っているのが本音です。怒っています。どこに、まず試合に対して出れなかったことを10分だけで、その結果の内容ともに納得のいく内容ではなく、その何って、その自分がではなくて、他に出てた選手たちのパフォーマンスは非常に悪いし、覇気も感じられないし、にもかかわらず、10分というね、自分に対しても苛立ってるし、なんかこの話をすると、なんか今日は正直こう少し落ち着かせて、気持ち的にも落ち着いて過ごそうと思ってたんですけど、この話をするとちょっと煮えくり返ってくるというか感じはありますけど、まあ現実なのでしっかりと受け入れて話さなきゃいけないなとは思っていますし、まあ、あくまでも日記なので、まあ、感情を表してながら話してもいいんじゃないかなと思っています。なんで今回スタメンから外れた理由に関してなんですけど、監督から、先に説明を受けました。向こうからね、寄ってきてこういう理由でって話をしたんです。言われたんだけど、納得いく内容ではなくて、全く一つ目はコンディション不足、まだ肩治ってから試合に出てる時間が短いと、だからあまりコンディションが良くないと、そういう理由で前回60分出たのにもかかわらずっていう話ですけどね、っていう感じでダメだったと。で、その前回の60分の内容も良かったと思うし、単純にいいゲームもできたと思ってるんですよね。自分が出た試合は時間帯は勝ってたし、チームとしてもコンパクトに戦えていたと、そう考えたら良かったんじゃないかなと思ってたんですけど、最下位のチームであるにもかかわらず上位のチーム相手に、だけど、そこの部分、あとなんか肩がとか、そういう理由で、他の理由って言われたんですけど、まあ、単純に相手が引いてくる相手、回してくる相手なので、守備力が必要と。正直僕 の自己採点ですし、あくまでもチームメイトの採点ですし、あくまでもコーチスタッフとか今まで見てくれた監督の中、今まで2人交代監督いたので、その評価とかでは僕は守備の一流選手だと思ってて、守備の選手っていうか守備を売りにしてる選手だと思ってたんだけど、監督にはそう、今の監督にはそう見えてないらしくてっていう話だから、僕じゃないその守備系の選手を入れると話をされたと。でもその片割れ、もう一人には攻撃的な、その攻撃的というかタクティカルのある選手を入れると、はい、っていう感じです。でタクティカルをもう一人つけなきゃいけないって言われて、僕としてはそのタクティカルな選手ではまずないと。でもそのタクティカルなところも自分は身につけなきゃいけないと思ってるし、そこについて取り組んでいて、正直その前回の監督からそういう、まあそういうものはずっと感じてるんだけど、もっともっと上手くなると思ってるし、もっともっと上手くなれると思ってるし、でも前の監督から少しずつその評価が上がってきて、あ、いいじゃないと。で、今回の監督になってからも最初の方がいいじゃないと言われてたんだけど、急に評価が変わったというか、でそれが何がきっかけなのか全然分からなくて、前回の試合どうだったかって言ったら正直あんまり変わってないと思うし、なんなら自分の中でも、あ、少し良くなってきてるなっていう感覚はあったし、スペインのサッカーって右から左にすごく速いんだけど、
その展開とかもその自分中心にねこうボールが動かせた時間帯もあったから、基本的に相手がボール持ってる時間が長いんだけど、でも人が分たちがボール持った時にはそういうプレーができたかなと思っていたので、まさかの回答で正直びっくりしました。でまた、守備のところではなんかあんまり潰す、僕は潰す選手と思ってるし、ボールの出し率も多分高いと思うんだけど、うん、あんまりそこを評価してないみたいで、選ばれなかったですね。で僕よりも守備力があるって監督の思う評価してる選手が入っていいんだけど、別に僕はその選手に対してはね、リスペクトしてるし、いい選手だと思います。ただ彼はどちらかといえば守備の選手じゃなくて、僕とタイプは逆なんだよね。タクティカル系の選手で、ボールをつないでいくっていう選手、流れを崩さないっていう感じかな、パサーの方ですねと思うんだけど、みんなから見てたら、みんなとかその選手の判断とか、自分はそう思ってるとか、その選手もそう思ってるけど、そう思ってる中でそういう使われ方をしてたらし、そういう評価なので、正直こう頭の中にクエスチョンマークがいっぱいある中で試合前に説明を受けたと、うん、でも監督はトレーニングとかから試合とかでもっと等しいお前をうまくできるかなって話してくれたので、まあそこはモチベーションを保たせるために言ったと思うんですけど、完全に評価が落ちたと、序列が落ちたっていうことですね。ここに来てまさかのそういうことになってるので、まあしょうがないです。それはもう今の実力だと思わない、思うしね、素直に受け入れてしっかりとスタメンを取るという気持ちで一生懸命まずトレーニングが 100% で頑張りたいと思います。まあもちろん頑張ってないわけではなかったのであれなんですけど、もっともっとできると思うし、もっともっと自分の力を高めて、がむしゃらにプレーはしないですけど、頭使いながら、一生懸命にプレーして、効果的なプレーを発動できるようにしていきたいなと思います。監督がタクティカル求めてるならタクティカルをもっと上げればいいし、守備をもっと必要ならもっと守備の部分をアピールすればいいだけなので、また改めて自分の成長できる環境ができた、できてるとは思います。まあ、あぐらかかずに、やっていくだけだと思いますし、そういうことを言われてちょっとショックでしたし、正直その見てる観点が違うかなっていう思うところはあるし、まあ、案の定でね、失点、すごく失点して負けていると、まあ、数字見て分かるように、監督の色が出始めてからこう巻き込んだりとか大量失点するようになってるんですけど、まあ、それを言っても監督ただの批判なので、正直僕怪我してから、怪我が脱臼してからね、ズルズルズルって言っちゃってるので責任は感じてますので、それまで流れもね良くなってったので、ちょっとそこが僕怪我してからなんか雰囲気悪くなっちゃったかなってよく責任を感じてるので、まあなんとかね、残りのあと3ヶ月ないので、あるか、今日2月 最終日なので、3月4月5月1日までとね、約2ヶ月ですね、マックス2ヶ月あるので、その2ヶ月全力で頑張ってプレーしていきたいと思います。まあ、やれることやってがむしゃらにサッカーして、まずはまずもう一回試合に出るところからですね、今日の練習からまたスタートなので、一生懸命に頑張りたいと思います。まあ、正直頭に来てる部分もあるし、鼻にゆくり返るような気持ちはありますけど、まあ、自分のこの次のシーズンのためにも、まあ、この今チームのためにもね、まあ、もちろん自分のためにも、応援してくださってる皆さんのためにも、試合出てないとね喜んでもくれないと思うし、何してんだって思われちゃうだけなので、試合出て、試合出る時間をもっともっと増やして、90分間常に出る選手でないと意味ないと思うので、テルセーラですしね、まあ、そこからまず、1からの0からの気持ちで頑張っていきたいと思います。しょうがないですね、やるしかないです。
まあ今も同じこと言いますけど、まあ今日からまた練習があるので、そこからまた一から頑張りたいと思います。そんな感じで、昨日の27日のね、リーグ戦のお話になります。そんな感じで終わりです。ではまた。